こんにちは、月島です。前回の動画で開封レビューした MX-ERGO の Bluetooth ペアリング方法とボタンのカスタマイズの仕方を見ていきたいと思います。今回の動画は4つの項目です。ペアリング方法の Mac 編、Windows 編、ボタンのカスタマイズ方法、最後にまとめです。それではペアリングをしていきたいと思います。Mac とペアリングしていきたいと思います。 MX-ERGO の底についていた説明書きには、ロジクールのホームページよりロジクールオプションズをダウンロードして MX-ERGO の電源を入れる、 Easy スイッチを押して1番か2番を選択する、 Easy スイッチを3秒間長押しするといった手順のようです。それでは手順に従ってペアリングしてみたいと思います。ロジクールオプションズをダウンロードしたいと思います。ダウンロードができましたので回答します。インストーラーをダブルクリックします。インストールをしていきます。デバイスの追加の画面になりました。MX-ERGO の電源を入れます。電源が入りましたので、ここの LED ランプが光りました。1番のランプが点滅しています。Easy スイッチを押すことによって、このランプが2番に切り替わります。今回は1番で設定したいと思います。次に、この Easy スイッチボタンを3秒間長押しします。これでペアリングが進むはずですが、特に Mac の方で反応がないようです。デバイスの追加ボタンをクリックします。システム設定の Bluetooth ユーティリティを接続して Bluetooth デバイスを追加と書いてありますので、システム設定を開きます。Bluetooth をクリックします。今 MX-ERGO が認識されましたので接続をクリックします。はい、接続済みになりました。ちゃんと接続したかどうかトラックボールを動かしてみたいと思います。反応してカーソルが動いていますので接続ができました。通常であれば、このロジクールオプションズを使用して、細かいボタンの設定等が行えるはずですが、現在の私の MacBook Pro のバージョンだと、Bluetooth スマートデバイスをサポートしていませんと表示されてしまい、ボタンの設定画面には進めないようです。Mac でのボタン設定等ができるかどうかは、また今後調べていきたいと思います。はい、さっきの状態だとボタンの設定等のページが開かなかったのですが、 MacBook Pro を再起動してもう一度ロジクールオプションズを立ち上げたところ、ボタンの設定ができる画面が開きました。このページで各ボタンの細かい設定を行うことができます。以上が Mac との Bluetooth 接続方法になります。Windows 10でペアリングをしていきます。私はすでにロジクールオプションズをダウンロードしていますので、ソフトを立ち上げます。デバイスの追加というボタンがありますので、クリックします。Bluetooth デバイスの追加をクリックします。Bluetooth とその他のデバイスが表示されました。Bluetooth またはその他のデバイスを追加するをクリックします。デバイスを追加するが開きました。Bluetooth の欄をクリックします。
トラックボールの電源を入れます。1番が点滅しています。今回は2番に設定したいと思いますので、イージースイッチを1回押します。2番が点滅しました。この段階で MXL5 が表示されましたので、これをクリックします。デバイスの準備が整いましたと表示されましたので、完了をクリックします。 MXL5 が接続済みとなりました。トラックボールを動かしてみたいと思います。カーソルが動いています。それではこのページを閉じます。 MXL5 へようこそと表示されましたので、続行をクリックします。角度の切り替えができます。精密モードボタンの説明があります。完了を押します。今回はスキップします。はい、以上が Windows とのペアリング方法になります。ロジクールオプションズを使用してボタンのカスタマイズを行うことができます。まず現在開いているトラックボールというタブのページでは、丸がついている各ボタンを別のものに設定することができます。デフォルトでは進む、戻る。これはブラウザの進むと戻るです。中央ボタン、右スクロール、左スクロール。精密モードが設定されています。例えばこれをクリックすると、ここのボタンを別の動きに変えることができます。増加をクリックすると、さらにこのリストから選んで設定することが可能です。こういったことがここの丸がついているボタンすべてで設定することができます。トラックボールの隣にポイント&スクロールというタブがあります。ここではポインターの速度、スムーズスクロール、スクロールホイールの方向の設定ができます。隣はフロー、フローの設定になります。これはロジクールフローといって、カーソルを画面の端に移動させて、コンピューター間をシームレスに切り替え、テキスト、画像およびファイルをコンピューター間で素早くコピー、貼り付けをすることができます。ここのフローを有効化をクリックすると使うことができるようになります。以上、様々なボタンのカスタマイズが可能です。いかがだったでしょうか。ペアリング方法については、今回は Bluetooth でのやり方を動画にしましたが、ユニファイングレシーバーをパソコンの USB 端子に接続して使う方法もあります。デスクトップパソコンなどの USB 端子に余裕がある場合は、この方法の方が手間がかからなくて楽かもしれません。また、ロジクールオプションズを使用したボタンのカスタマイズも自分に合う設定を探して活用していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。